ホセルイス・ロドリゲス・サパテロは、スペインの政治家。同国首相を務めたほか、当職では2000年より12年間、スペイン社会労働当初記長を務めた。日本語では、サパテロと表記されることが多いが、スペイン語のアクセントは、基本的に後ろから2番目の音節に落ちるので、サパテロのように聞こえる。ザパテロとはスペイン語で、靴職人の意味である。また、 スペイン語圏の性は、父方の性、母方の性で構成で示され、一般的には、簡略型として、父方の性を用いるが、サパテロの場合、父方の性ロドリゲスが、スペインで最も多い性と言われるため、母方の性を、簡略型として用いている。サパテロは、バリアドリッドの生まれであるが、両親は、レオンの出身であり、伝統的に、左翼陣営の家系である。 彼の祖父は1936年から始まったスペイン内戦の初期にクーデターを起こしたフランコ将軍派に処刑された人民戦線政府軍の大尉だった。フランコ総統の死後、最初の民主的選挙が行われた1977年、17歳のサパテロはフェリペ・ゴンサレスが率いる社会労働党の政治集会に参加し、翌1978年に入党した。 サパテロは1982年まで、レオン地区の社会主義青年団長を務め、レオン大学法学部卒業後、1986年に26歳で会議員に初当選した。1988年、党のレオン支部長に選出。1997年、党中央執行部の委員に就任。2000年7月22日に行われた党の定例会議において、 サパテロは39歳で初期長に選出された。彼はイギリスのブレア首相が掲げる第三の道に影響を受けた新たな道を提唱する党内新世代の代表である。スペインでは1996年まで社会労働党政権が続いたが、アスナール率いる国民党に政権を奪われ、2000年3月の総選挙でも社会労働党は政権を奪還できなかった。 2004年3月14日に投票された総選挙において、サパテロは社会労働党の首相候補となり、国民党との対決姿勢を示したが、選挙直前まで国民党の優位は変わらなかった。しかし、3月11日にマドリード列車爆破テロ事件が起こると、この事件に対する政府の対応への批判が、与野党逆転へと導き、社会労働党が勝利した。 4月2日に新国会が招集され、4月16日に首相信任投票が行われて、サパテロは首相に選出された。サパテロはや、社会労働党政権は、テロに対して、弱腰の姿勢は取らない、スペインの統一を危うくする、地域的民族主義者である、バスク祖国と自由を許さないと主張してきた。また、これまで、 アスナール政権が取ってきた米英寄りの外交政策を転換し、就任間もない4月18日にイラクからの撤兵を支持し、イラクでの混乱が続く中でのスペインの早期、撤兵決定は国際社会に波紋を広げた。政権発足当初は軽量級との評価も聞かれたが、同性婚の合法化や女性政策、家族政策などでリベラルな改革を推進し、 若年層の支持をつかんだ。他方で一期目には、対米関係の本格的な修復に至らず、外交が弱点とされた。2008年3月の総選挙では、経済の体調から、右派勢力の慎重を許し、接戦となったが勝利した。2期目の政権発足時には、閣僚の半数以上に女性を抜擢するなど、引き続きリベラル路線を保持していく姿勢を見せた。2009年9月には、 米国の意向に沿う形でアフガン増派を決定した。10月には就任5年にして初の米国公式訪問など対米関係の改善を模索した。2010年8月31日から9月2日まで日本を訪れた。2期目においては経済危機が深刻化し、 2010年以降の欧州債務危機では、スペインの財政悪化も焦点の一つとなった。2007年末に9%前後だった、失業率が2011年第3、四半期には21.5%となるなど、経済運営に苦慮する中、2011年4月には、直送選挙への不出馬を表明、5月22日に実施された、自治州、地方選挙で、 歴史的な大敗を喫すると野党から求められていた直送選挙の繰り上げ実施を受け入れ2011年11月20日の実施を発表したこの選挙の結果ら本引き入る国民党に惨敗し7年ぶりに政権政党が変わることになったミスター・ビーンを演じるローアン・アトキンソンに風貌が似ていると言われており2009年1月4日には 欧州連合議長国ホームページに掲載されていた顔写真がミスター・ビーンにすり替えられてホームページが一時機能を停止する事態になっている。軽い物腰と理想主義的な姿勢から愛称はバンビ。元教師の尊奏レスプ人との間に二女あり。ありがとうございます。